モネちゃんの記事ですかね。上白石モネ大事にしたいちょうどいい庶民感だそうです。まあ、ボス恋でね、ナミをやってますけど、その役柄との共通点が多いことなんですね。わかるな、私もこういうお仕事を知っておいてあれですけど、あんまり注目されるのも緊張したら落ち込んだりするとか、なるべくしたくないタイプなんですよっていう。仕事に関してはレイコほどいかないけど、それぐらいの覚悟を持ってやってるつもりです。ただレイコにぐさっと刺さる言葉が私自身も痛くて、本当に痛いところついてくる気がする。めっちゃ逃げているなって、そういうのを本当に心に受けながらやっていますと。で、玉森くんとの、まあ、要は淳之介との恋愛模様に関しては、役側が全部乗せセットみたいですね。癒されますけど結構振り回されます。ただ一目惚れとかじゃないので、この進展も注目ですね。で、大ヒットしたこいつに続いて主演を務めて周りの期待も大きいと、うん、まあまあ、要は主演に対して、ナミの役で主演だからプレッシャーはありますね。もちろんあります。人になると吐きそうなぐらいは大変なんですね、やっぱりね、やっぱり何でも1回よりも2回目の方が怖いんですよね。1回目ももちろん怖いけど、知らない強さもあるので、だから前回も相当怯えてましたけど、それ以上に今回いろいろな考えちゃって、だけどまあ主役っていうのはただのラベルだと思っているので、たまたま最初に名前があるだけ。現場にはたくさんのプロがいて、みんなそれぞれの役割を全うしている。私も自分に求められていることをやるだけだっていう思いですと。でも芸能入りしてもモネちゃんで10年経つんですね。それに対して10年もやれると思っていなかったので、とにかくびっくり。1月9日になってみて、はあ、まだ続けている私って感じになりましたねと。じゃあ10年の間に心境の変化もあったのか。あの時の方が緊張しなかったし、邪念もなかった。なんか戻りたいと思う時がたまにあるくらい。今でも毎回死ぬほど緊張して不安になるんですが、いつものことじゃんってこの10年思えるようになった。不安に不安に思いながらもちょっとだけ気が楽になった。自分のリズムとか性質を知れるようになってきたっていう実感はあります。今の自分にも自信がないっていうことなんですね。相変わらずすごく準備に時間がかかるし、毎回不安なのは変わっていない。でもそこは自分的には安心しています。それをなくしたらダメな気がして、あんまり自信がない方が性格的にいいと思うので、私はそれでいいやと思います。一生おどおどしていると思います。でも自信はないけど武器があるそうです。よく芸能人っぽくないって言われるんですけど、それは武器にできるかもしれない。庶民感を失いたくないです。私みたいな人間は庶民派の役をいただくことが多いので、そうなった時にやっぱり庶民にしか出せない味があると思うので、そこはなんともなく、もしかしたら強みにできるかもしれないですねと。10年後の自分を想像して、目標は何なのかというと、目標を持ってないんですと。でも変わらずにいたいです、目の前のことを必死でやってたら10年経っていたので、あと何年続くかわからないですけど、これからも地道にやっていこうかなと思う。で、まあ、この前ね、誕生日になったばっかですけど、23歳ね、若い役が多いけど年を重ねれば役が変わるんじゃないですかっていうので、今は新人の役ばかりですが、ちょっとずつ年を重ねるごとにきっと先輩の立場になったり母になったりすると思うので、自分自身の人間としての深みみたいなものもちゃんと見つけられるように、芸だけではなく普段の生活も大事にしたいなと思っていると。で、今の勢いについてなんですけど、去年はいろいろ取り上げてもらったりとか評価してもらったことをどうしても自分のことと思えなくて、人ごとみたいになっちゃっているところがあるので、今年はちゃんと自覚と責任を伴いながら仕事をしていかないとなと思っていますと。もともと流されやすいところがあるので、自分はどう思っているのか、どうしていいのかというのをより大事にして、健やかに1年を終えられたらいいなと思っていますっていう感じの話をね、これは何でしてるんだろう。あ、日曜日のヒーロー&ヒロイン、日刊スポーツのインタビューかなんかに答えたんですかね、モレちゃんがね。なるほどね。まあ今ね、頑張ってる最中ですからね。まあ本当、モネちゃんが言うように庶民派、まあ田舎から出てきた田舎女子っていう、まあそれに対してね、いろんな意見もあると思うんですよ。いやいや、田舎っぽくないでしょ、可愛いでしょっていう意見もあるかもしれないけど、でもモネちゃん自身もそれがね、自分の武器だと思ってるんだろうし、まあそもそも一番の本当に、まあこいつもそうだけど、君の名はとかがね、そうじゃないですか、まさに。田舎の可愛い子っていう設定だから、まああれのイメージのまま、ぴったりな感じだと思うし、日本人のほとんどは田舎者ですからね。
安心感があるんじゃないですかね、モネちゃんを見てるとね。なんかね、見てて安心感がある可愛い女の子っていうのはね、この癒しの時代にいいんじゃないですかね。もう今の時代に合ってる感じの女優さんだと思うけど、ただやっぱり言うようにもっと違うね、一面もね、もう少ししたら見たいですね。まあ今年なのか来年なのか分かんないですけど、今までとはちょっと違う、ほんと狂気じみたやつとか、うん、もうすごい性格悪い役とか、うん、なんかそういうね、幅の広い殺人者の役とかね、なんかそういうモネちゃんもちょっと見たいなってちょっと思ったりもしております。そんな感じです。ではでは。